あなた新入生よねウ <laughs> 丁寧な自己紹介私の名前は知ってる六道名残よ漢数字の6にお堂の <laughs> ありがとう。 ごめんなさい。風見くん見た目で恋をすると、いずれ失敗する確率は大いに高い。あなたの長い将来のためにも、一度冷静になった方がいいわ。な、何してるのえ やめなさい、風見くん。土下座なんか、そんなことしたって、私の考えは変わらないの。お願い、諦めて。ああなんて、綺麗な心の持ち主なの <laughs> 告白、受けてあげようか。仕方ない。 わよねあまりことそれにあれのためにも彼を通して一度男性心理を勉強しておくのは大事なことが私と恋したいいいわよ付き合ってあげる 早いのね。いつ来たのあれそれってビジネスマナーじゃなくて恋愛にも。私は六道名残。恋愛に詳しい女よ。風見くんが知っている程度の恋愛。さすがね。男の子はそう来なくちゃ。さあ、行くわよ。決まってるじゃない。こういうのは、早い方がいいのよ。 着いたわ男の子なら自立したいでしょちょうどいいじゃない私と同棲すれば親元を離れられるんだからこってって何私たちさあ行きましょう。 いいえ夕日を見ていたださあ開けるわねあかりあかりっと今日からあなたの家よくつろいでねいつ本性を出すのか見物ね もっと女の子らしい部屋を期待した私、他にもセミナーとか講師、それにローンを組めばマンションなんて簡単に買えちゃうわよ。適当にくつろいでいてね。私はちょっと席を外すから。 はあ、本を出版するためにも。 ギリギリのところで理性を保ってもらう簡単に私を抱こうとするなら全然研究にならないもの、はああ順序を踏んでねなんとかごまかせたわ。今までで一番のピンチだったけど。 よくやったわ。私。はーい。皆さんこんにちは。講義はまだ先だけど、今日は六道名残よ。 よろしくね大学というのは非常に大きなコミュだから無理した人付き合いをして飲み会であるはらそこのあなた先輩に「飲め」と「アルコール」を勧められましたどうする あら、断る姿勢があるのは魅力的ね。でも、もしかしたら、先輩は女子かもしれないわ。それに、強い理性はどうしたの <laughs> いい大学にあなたの居場所は一つじゃないの。断ってせ、一気飲みして命を危険にさらすより、断ってみる方が断然いいでしょ あろじっと私のこと見ちゃってかわいいわね。 コサミくんも出てきたわねお疲れさまけどうーん物足りないわねこれじゃ私が女となんかプライドが傷つくわね